状態が理想の状態なのか伝わってないとわからないんですよね。トレーニングの設計はめちゃくちゃこだわらなきゃいけないんですよ。よくあるのは、MS さんコメントありがとうございます。選手のメリハリをつけるには伺ったところで言うと、中学生、まあ、特に中学2年生の年代でメリハリ多分練習中だとは思うんですけど、どういう風になっている状態が理想なのかっていうことを明示してるかどうかそもそもの問題だと思います。で、子供たちからすると、まあ、楽しい好きなサッカー来てわーいってやってていきなり怒られるみたいな、まだちゃんとやれみたいな、おそらくもちろん真剣にやってないとかふざけちゃってるっていうこともあるかもしれないし、まあ、年齢特有のやりたいって思いはあるんだけどやれないみたいなワンバランスさっていうところもあるんだと思いますけど、どういう状態が理想の状態なのかっていうことが伝わってないとわからないんですよね。つまりそれができていないってことにも気がつけないので、まずはそもそもでいくと中学2年生始まりますよっていう最初のタイミングで、うちはこういう風な雰囲気で練習をしたい、監督コーチが言うだけじゃなくてみんなはどうなんですかと、どういう雰囲気でこれやりたいんですか、これ多分前にチームマネジメントの話したと思う、それをみんなで話してそれを邪魔する、こういう風な雰囲気でやりたいよねって決めたけども、誰かが無断で遅刻してきます、練習中にふざけてますとか座り込んじゃってます、問題が起こるわけじゃないですか。その問題自体を出してたんですよ。この雰囲気がうまくいかなくなる要因または問題ってどういうことがありますか、それ選手たちに出してもらう。彼女のことを考えてばっかりでずっと練習集中しないとか何でもいいです。無断で練習を欠席する子がいるとか、練習中に他の選手にちょっかいを出しちゃうとかっていう問題が出てくる、じゃあ出てきたらその時どうするんですかっていうところまでちゃんと話してる。でそこで、まあ、ある意味ルールっていうか共通認識をちゃんと持っておかないと、その都度って言ったらもう収拾つかなくなるですよね。だってあの時は言ったのになんであいつには言わないんだよ、また話が始まっちゃうから、まずこれ共通認識で皆さんうちの練習でこのピッチに入った瞬間はこういう風に振る舞ってくださいっていうことを共通のちゃんと認識として選手に持ってもらう、一番最初の設定が必要だと思います。それでもやらないとか、もしかしたらですね、そういう風に振る舞っている、ダラダラしているように振る舞っているってことに気がついてない場合があるんですよ。意外と例えば分かりやすく言うと、やる気ないように見えるから、やる気を出せよ、例えば僕ら怒っている状況、そう言って言っている状況でも本人からするとやる気あるんですけどっていうのがあったりするんですよ。つまり他者の認識、僕らが見ているその選手とその子が感じている認識がずれている場合、特に中学生で結構これが起こるんですよ。こっちはやる気がないように見える、でも本人はやる気が別にないわけじゃない、普通にやってんのにって怒られたら、この子どう思うかですよね。そうするとはってなるんですよ。やっぱりそうじゃなくて、まずはこっちはそう見えてるっていうことを分かってもらうのにどうしてあげたらいいか。で、一つの例でいくとですね、練習中の風景動画撮って本人に見せるんです。で、この絵を見た時に君どう思うって、でそこで初めて、うわこんな態度って確かに外から見てたらすごいやる気ないように見えるなって気づく場合もありますし、強がって別に普通じゃないですかっていう場合もあります。だけどもしそれだったとしても、でもこういう雰囲気を出されたらこれチームでやりたいことしずれてるからそれ困るんだけどっていうことは伝えられるんですよね。どうする？で、あとは練習のメリハリ切り替えのところをダラダラしちゃうっていうのはトレーニングの組み方で相当変えられると思います。そのダラダラしちゃうっていうのはトレーニングが始まり、なんかメニューやって次の合間に多分ここにダラダラポイントがあると思うんですよ。ウォーミングアップやって次のトレーニング、はい移動ってなったらチンタラ走ってるとか、設定をできる限り、例えばウォーミングアップこのグラウンドやってるんだったらすぐ横でトレーニングが次ができるよとか、そのままウォーミングアップのところでトレーニングできるよっていう風にすぐ移動そんなにしなくてもやれる環境を作っちゃうコーチのできることで、具体的に言うと、じゃあ最後にゲームやりますって時にゲームやる直前にあそこのゴール動かしてってやっちゃうじゃないですか。でもその時間止まってるんですよみんな、つまり練習してない、まあそれがやむを得ないっていう時もあります、もちろん。だけど可能な限り、例えば設定マーカーをどこに置くとか、次の練習はこうだからここにもうすぐ置いてすぐできるようにしよう、トレーニングの設計はめちゃくちゃこだわらなきゃいけない。だから水を飲むのだったら、よくあるのは校長先生が立つ台みたいなのありますよね。あそこの上に水を置いといてってやって 30m 離れたところでトレーニングしてたら、飲むためにわざわざこっち来て飲んでまた戻るって絶対ダラダラするに決まってるんですよ。だったら設定のところのすぐ近くに水を置けるようにしておくとか、それ自体もすぐ運べるように、例えばまあそういう工夫自体ですね、動線も含め。だから結構小学生で見るのも水を置く場所が決まっているから、ここに水を置くのはいいけどこの移動なんなんっていう、それをわざと結構テンション
ション高い練習しちゃったから休ませるためにそれをやるって意図があるならいいけど、その意図じゃないのにそれやってるってことは、そのダラダラ時間がそのまま試合に出るんですよ。だけど相手そんなダラダラしないからそれで負けちゃうっていうのがあるから、その設定自体、設計自体をもう一回練り直す。その時間に無駄がないか、空白時間がないか、止まってる時間がないか、移動時間もっと短くできないか、僕らコーチがもっと工夫というか練習メニュー作る前にそこまで考えないといけないかなと思います。まあ、それが本当プロフェッショナルコーチ、プロフェッショナルっていうのはプロレベルでやっているっていう意味じゃなくて、本当に高い意識でやっている人であれば、だったらボールはどこに回収するのかとか、次の練習のためにボールどこに置くのかとか、まあ、もし一人でやるんであれば風でボールが飛んでいかないようにどうしたらいいかとかっていうところまで全部考えるんですよね。だからゴールも最後にゲームやるってなった時には、できたらその設定がすぐできるように自分がオーガナイズ準備しておく。ダラダラしてしまう選手が悪い、確かにまあそうかもしれない、そこは共通認識とかで、だけどダラダラさせてんじゃないかなっていう視点を持ってほしくて、その無駄な時間作ってしまっているんじゃないかなっていうところで見てみると、さっきの話戻りますけど、1日練習取った方がいいです、逃れ。でこれは僕サポートしてるコーチにお願いしていて、送ってもらうじゃないですか。僕測ってるんですよ、この空白時間何って。でそれを言うと、あっってなるんですよ。確かに言われて初めて気がついた。その練習中ってもう練習のモードに入ってるから、監督としてはそこまで気にならないかもしれないけど、いや外から見てたらこの水飲んでる5分10分これなんなん気になったりするんで、それがねできてるかできてないかと自分で確認するには、自分で映像撮って1回見てみるおすすめします。キーマンに当たる人たちに対して、まあ、促して、そのキーマンからちゃんと他の選手たちにっていうのももちろんありますね。まあその方が日本は多いかもしれないですね。まあそれもありだと思います。本当に雰囲気としてちょっと良くない、いかがなものかってなると、確かに一番影響力を与えていそうな3人4人をピックアップしてっていうのはやってもいいかもしれないですね。